はい、それでは、監視について説明します。これめちゃめちゃ基本的なところなんですけれども、やっぱ基礎が大切になってくるので自分のために説明しておきます。ではまずポルトガル語の名詞は基本的に冠詞を伴って用いられる。冠詞は名詞の前に置かれて姓、数に、数によって従って変化する。これやっぱ男性名詞か女性名詞かによってと、単数か複数かによって変化します。これがねめんどくさいんですよね、今となっては。でも早くなれるように頑張ろうと思います。じゃあ本当に基本的なところ、まず定冠詞ですね。英語のザにあたる部分ですは、男性系の場合だとお、女性系の場合だとあです。でそれが複数形になるとオス、アス。だから後ろに来る名詞によって、英語だとザだけでいいんですけど、それがもうおとあがまずここで2つ存在するっていうめんどくささ。例出しますと、男性名詞ですね、後ろアミーゴ、男の友達なんですね、アミーゴだと。そしたらおアミーゴ、それ複数になるとオスアミーゴス。次女の子の友達アミーガの場合だとアアミーガで、複数形になるとアスアミーガス。こういうことですね。なんで英語基本的に分かったでしょ、このザの意味、特定した意味的にはこう定冠詞が使われますよっていう感じですね。で次不定冠詞、英語のアとかアンにあたるものなんですけど、それがポルトガル語だと、後ろが男性名詞の場合とウン、女性名詞の場合とウーマ、それがもう複数形だったらウンがウンス、ちょっと M N になってますね。女性とウマがウマス。でまた例を出しますと、男性名詞のアミーゴだとウンアミーゴ、多分ちょっと不特定なんでしょうね。それは、複数形だとウンスアミーゴス。で女性の場合、女の子の友達アミーガだったらウマアミーガ、で複数形ウマスアミーガス。これも先ほどと同じで、不特定なものに使われますよと。で複数形だと、いくつかのみたいな、ウンスとかウマス、英語のサムに似たようなイメージですよと、そういった感じです。まずこの漢詞の部分ですね、本当に後からめんどくさいことになるんで、まずこの基礎固めしっかりやっとく必要があると思います。以上です。